石岡久屋であります。市長は去る3月定例市議会市長総体説明の最後として本質を見失わず成長してほしい旨の本質追求の重要性要望を声高らかに謳われました。すなわち市長は水五君を例にとり本質を見失うことなく成長することの大切さを説かれております。その内容としては人口減少社会は避けては通れません。その中で私たちはこれまで経験したことのない新たな課題に直面することでしょう。培ってきた経験やノウハウだけでは課題を乗り切ることはできません。前例にとらわれることなく常に挑戦し、活力と魅力に満ちた輝く都市を実現することが行政に課せられた使命であると考えています。本年5月からは新しい元号となります。新時代の幕開けにあたり、職員一丸となって変化を起こす勇気を持ち、新たな都市の魅力を創出してまいります。というものであります。極めて立派な要望政治姿勢であり、私としても本件本質の実現実行を強く要望する次第であります。ところで残念に思い感じる点は、市長の説かれる本質を見失わず胸が、職員とりわけ理事者に果たしてどこまで理解され浸透しているのであろうかという点であります。なぜなら本質追求の重要性という言葉は今さら枝広市長に言われなくても全職員が常識として頭の中ではとっくに承知しているはずであり、それでいながら市長が本件重要性を改めて強く説かねばならないということは、そこには根深い行政体質風土、すなわち本質追求に抵抗し、阻止異を唱える体質風土、還元すれば自己保身等、既得権益追求という悪弊が連綿と存在、継続しているとの証であろうと確信するからであります。そこで市長に質問したい第1点目の質問は、市長、部下職員に対して、具体的に本質追求の重要性を説くべきではありませんかというものであり、提言したい点は、市長、具体的に本質追求の重要性を説くべきである。還元しますと、このような本質を見失った事例が昨今見られ、そこでこのように発想、行動すべきであると説くべきという点であります。市長は各所のチャンネル等を活用し、その普及徹底を図るべきと強く提言いたします。市長のご見解を求めます。第2点目の質問は、市長、本件本質追求のためには、市民目線の行政に立ち返るべきであり、とりわけ市民の嫌がる、忌み嫌う行政の撤廃等を速やかに行うべきではありませんかというものであり、具体的には市民の嫌がる一つ、同和行政、一般施策、すなわち差別をするな、差別をするな旨の看板、広報誌、
市民検証、住民学習会等の撤廃、2つ、市食料との間のいびつな労使関係、すなわち不信極まる選挙活動、庁舎内事務所の無償貸与、食料組合費の天引き等の是正を速やかに行うべきではありませんかというものであります。その理由は、前日のごとく、江田広市長の解かれる行政の本質、すなわち行政に課せられた使命は、活力と魅力に満ちた輝く都市の実現、並びに新たな都市の魅力の創出にあるからであり、この実現、実行、実現のためには市民の協力、市民との密接な共同が必須であり、市民の行政に対する信頼、協力が必要不可欠であるからであります。市長は無論のこと、副市長以下理事者も、市議会も腹の中では大半の方々が、同和行政一般施策の撤廃および市食料の優遇施策撤廃等に大賛成であると私は確信をいたしております。うるせえ。あとは市長がいつ、そういう人間出ていけ。あとは市長がいつ、どういうタイミングで撤廃の芽を出し、あるいは撤廃声明を発表するかの問題であろうと思います。市長のご見解を求めます。第3点目の質問は、来たる参議院選に関し、青天の霹靂とも言うべき、森本慎二氏、立憲民主党及び国民民主党推薦の支援に関わる江田広市長の発言についてであります。すなわち、去る6月11日付のマスコミは、本件に関し、江田広市長は、自民党の溝手氏と立憲民主党および国民民主党推薦の無所属たる森本慎二氏の現職2人を支援する考えを示し、信頼と実績を理由に挙げた、および江田広市長は現職2人についてそれぞれの立場から幅広くビンゴ久山地域の声を吸い上げ、国政に反映し、地域の発展に貢献していただいている。現職を支援するのは自然なこと、と述べた旨を報じております。そこで質問は、森本慎二氏に対する信頼と同氏の実績とは、具体的に何でしょうかというものであります。市長のご答弁を求めます。ちなみになぜこのような質問をしたかと申しますと、森本氏支援に対する市長の先ほどの理由が納得できないからであります。市長が個人として森本氏を支援するのは自由ですが、公人たる福山市長として支援を表明されたのは、乗り合い体制から来ているのではと、市民のもっぱらの嘆きの声であり、市民の不信感を増大させております。これでは市民目線を目指した本質追求行政とは逆行していると言えます。以上で1回目の質問を終わります。市長。
石岡議員のご質問についてお答えいたします。私があらゆる機会を通じて職員に話していることは、前例にとらわれることなく挑戦することの大切さです。そしてどうすれば市民の皆様の思いに沿うことができるかについて、常に現場主義の視点で考え行動する職員になってほしいということであります。私は多くの幹部職員は理解してくれていると信じていますが、こうした公務員の本分を何度でも断るごとに解くことが管理者の務めであることは、議員も十分ご承知のことと思います。実行助言が一番大事です。次に童話行政についてであります。本市における童話行政は2005年度、平成17年度をもって終了しております。以降は童話問題を解決すべき人権問題の一つとして位置づけ、一般対策の中で取り組んでいるところであります。2016年、平成28年に施行されたブラック差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、童話問題の解決に向けて引き続き取り組んでまいります。なお、職員団体に対する対応については、本市の規定に基づき、適正に対応しているところであります。私は活力と魅力に満ちた輝く都市の実現、そして市民から信頼される市政の実現に向けては、引き続きスピード感、情報発信、連携を市政運営の基本に据え、現場主義を徹底する中で、5つの挑戦に取り組んでまいります。次に参議院議員選挙についてであります。現職のお二人にはビンゴ地域、そして福山地域の声を吸い上げ、それを国政に反映し、地域の発展に貢献をいただいてきました。そうした信頼と実績を踏まえ、現職のお二人を支持支援するという政治家個人としての私の立場を表明したものであります。以上で石岡議員のご質問に対する答弁といたします。石岡議員、まずはじめに私の今の主張答弁を聞いた感想を所見を申し上げます。あまりにもひどいですよね。市長は本質、追求、進化、今答えられた内容は、何にも進化も何にもないじゃありませんか。じゃあ、ちょっと先に進みます。それでは一問一答に入ります。先ほどは私の質問全般にわたり、市長答弁いただきましたが、私の持ち時間は30分しかございませんので、以下、初回質問で申し上げました、今の森本真治氏支援をめぐる質疑を重点に、一部昨日の池上議員によるブラック差別に対する Q&A に伴う私のコメントを含め、以下、一問一答させていただきます。先ほどの私の質問は、森本真治氏に対する信頼と同氏の実績とは具体的に何でしょうかというものをお聞きしました。市長の今の言葉は、まさに閣下総領の最たるものであり、私の質問に全く答えてはおられません。そこで、以下、新たな情報を含め、再度、この森本氏、まず森本氏の件に関して市長の見解を求めます。すなわち新たな情報とは、昨今のフェイスブック記事を観察しますと、そこには枝広市長が6月15日に参加された森本氏の東部事務所開設に際し、枝広市長の挨拶のされている動画が連日大々的にアップされておりました。
ここから大事です。その中で江代表市長は何と言われているか。すなわち支援理由としてこのように江代表市長は自ら喋っています。森本先生は過去3年間私どもの声に毎日耳を傾け続けてくださった。そしてその声を吸い上げ、国政に反映し、もって福山地域の発展に貢献してくださった趣旨です。と述べられております。そこで以下、一点ずつ個別に再質問いたします。まずはじめに、今述べました、江代表市長が動画で述べられているところの、この文章、すなわち、森本先生は過去3年間、毎日、我々の言葉に耳を傾けて、吸い上げてくれたと。まずこれ、本当でしょうか。これが質問であります。市長。基本的なことなんで申し上げたいんですけれども、私、最初の答弁で、政治家個人として、発言をいたしましたと、このように申し上げました。で今、石岡議員が引用されています、Facebook の私の話の内容、これも政治家としての発言であります。市長としての発言ではないというふうに心得ながら、処しておるつもりであります。はい、議長。石岡議員。市長、ごまかさんでください。動画の中で一番初め、市長は何と自己紹介されてますか。福山市長の江代表直樹であります。福山市長の江代表直樹と言っておられます。個人的に言われるんでしたら、江代表直樹です。そしたら私はこれ、個人的な発言だと思います。いかがでしょうか。私は決して、しかも各最近、マスコミはどしどし、県内の参議院選挙に関する各党の出てます、その中に福山市長、全部そうです、広島県知事、湯崎秀彦でしたか、要するに肩書きも全部書いてあります。そこまでおっしゃるんでしたら、私はマスコミに、個人の話だから、肩書きはやめてくれと、厳しく私は言うのが、それが筋だと考えます。よってもう一回ご質問します。今、市長は、それは個人的に述べたんだとおっしゃられました。大事なのは聞き手です。繰り返しますが、市長は、福山市長の江代表直樹ですと言われました。毎日、Facebook に動画で、ずっと毎日出てます。それを見ている人、あるいは新聞に今言った、肩書き、福山市長、江代表直樹。見た人は、市長はそう思わ、吉見場を一生懸命思っても見た人は違うじゃないですか。それこそまさに市長、市民の一人一人の立場に立って市長いつも言われる、かゆいところに手が届く、思いやり、すべてそうなんじゃありませんか。そしたらまた市長は、今まで戦略情報発信いっぱい言ってこられました。そしたら戦略情報発信で一番、これ一番大事なことじゃありませんか。事実を事実として伝えること、それをあとはいろんな方法で、どの範囲にしたのか、いっぱい発展しますが、事実をピシッとまず言わんことには、違うことを言ったらとんでもない、いっぱい喋りましたが、もう一回質問します。市長、今個人的とおっしゃられましたが、その言葉は訂正されませんか。うるさい。質問せんで、出ていけ。質問だからもういいよ。はい。市長、はい、静かにしてください。うるさいな。質問しなくて。関係が。この市議会の本会議は、議員の方から
福山市長として、福山市長に対するご質問をいただき、それに対してお答えをすると、こういう場であると、そういうふうに考えています。先ほど申し上げましたが、私の本件についての発言は、政治家としての発言を申し上げた、このように言いました。この議会でこの問題についてこれ以上議論することが果たしてふさわしいのかどうか、私は疑問に思っております。はい、議長。秘書官議員。はい、市長がそうおっしゃるんならそれはそれとしますが、私はこの事実、今その市長の言われた姿勢態度、私は自分の持っている多くのチャンネルを使って市民に事実をお伝えします。これをまず言っておきます。じゃあ次に内容に入ります。一歩百歩千歩譲って個人的なと言われましたが、大事なのは中身ですよ。質問してください。もう一回言いますよ。枝広市長、森本先生は過去3年間うるさい、毎日行政の犬、黙っとけ、毎日耳を傾けて、これ市長どう、本当ですか、自分で言われた言葉ですからね。出てけ、本当にもうやめろ、議員を。そのまま審議はがっかりするぞ、本当に。じゃあ、やじるな、後ろから。はい、総会議員。議長、今、朝、市長に質問しましたよ。これから議長は市長に言われるのが筋じゃありませんか。私は質問したんですから。答えたくないと言ってください。私はそれを市民に言いますから。どうぞ言ってください。構いません。磯岡議員の議員の質問には答えられないと明快にそう言ってください。もうやめろ、本当に業者の犬、事実だ、自分が弱いとこ疲れたらブチブチ言うな、みっともない、恥ずかしいよ。はい、議長。はいはい、磯岡議員、質問してください。私は市長の政治姿勢を正し、犬だよ、うるさい、わしは市長に質問してない、あんたに質問してない、バカ野郎。次、議長、整理をしてください、はい、市長、あ、議長、整理してください、こんな議場を混乱される議員は外に出るようにしてください。質問してください。どうして議長はその責任が果たせないんですか。あなたは議場をコントロールする責務があるじゃないですか。質問してください。質問してるだけはうるさい。質問してください。はい、続きます。はい、じゃあ次に、今のちょっとまた復元します。今、市長は毎日毎日って言われました。私はそれを今度は森本氏の本人が出しているツイッター、並びにフェイスブックをつぶさにチェックをしてみました。そこに何と書いてありますか。すなわち何をチェックしたかといったら、さっき毎日市民の声を聞き、それがあるから、だからそれをチェックするために森本氏が自分が書いているツイッター、そしてフェイスブックをチェックしたんです。結論から言います。今6月、森本氏は我が福山に来たのはせいぜい5回です。後から根拠を言います。昨年も5回から6回しか来てません。いいですか？具体的に時間があれば中身、JFE フェスタに参加したとか、もううるさい！だ、全部言うと言ってるじゃないか。時間がないんだ、俺には。だから、結論だけ、いいですか、議長、市長。市長が、あ、もて、この森本氏は、
日本の福山市民47万の中でも、特定の団体に、このような行政の番犬属しているような人間たちの、そういうところしか参加してないんですよ。多くの一般市民の会合に参加してない。それがどうして毎日、毎日、毎日、市民の声を聞き届けてくださった。どういう意味ですか。俺は幼稚園だって、こんな大嘘っていうのは、わかるじゃないですか。こんな大嘘言ってて。どうですか、それ、対するコメントください。秘書課議員に申し上げます。発言は慎重を期していただきたいと思います。先ほどから本当の発言がついておりますので、はい、注意をさせていただきます。こちら話を進めます。じゃあ2つ目。はい、川崎議員。先ほどからの石岡議員の発言は極めて不本当な発言であります。福山市議会の議場における発言とはとても理解をできません。訂正をさせてください。そして謝罪をさせてください。そうしないと話を、彼の話を聞く気になれません。議長、議事録精査、議事録じゃない、発言をしかるべきに撤回をさせてください。以上。石岡議員。点で全て考えてほしいです。一部の人間が後ろから卑怯ですよ。後ろから背中を鉄砲で撃つ、こんな卑怯な奴らが堂々と言い切らん人間が何をうじうじ言ってんですか。ちょっと、はい、続けます。はい、お前に言われる必要はない、バカ野郎。本当にちょっと座ってください。すみません、先ほど、石岡議員、川崎議員の方から、議事進行、石岡議員、先ほどの川崎議員の方から、石岡議員の発言に対して、極めて、不適切な発言があったということで、この場で、お詫びをしてほしいということがありました。訂正を含めて、お詫びしてほしいという発言がありましたので、議長としてお願いしたいと思います。はい、議長いいですか。はい、なぜ私が訂正しなきゃいけないんですか。これだけ正論事実を喋り切らん。議長、こんな程度の低い市議会出してください。ほでね、ほでまず市長、ああ議長、市民目線で物事を考えてください。福山市議会一番腐ってるんですから。ああ、そうだよ、本当は恥ずかしい。市民目線で必ずください。石岡議員、先ほどの、あなたの発言の中に、あなたの中に程度の低いというような、不本当な発言がありましたので、注意をしておきます。議長において不本当と認める部分あるので、阻止することにします。不本当と、発言の中に不本当と認められる部分がありますので、措置することにします。先ほどから2度ほど再三注意をさせていただきました。石岡議員、議長の命令に従わない場合は発言の中止を命じますので、言葉に責任を持って質問してください。石岡議員、理解分からんけど理解できました。あと1分しかありません。昨日の池上議員の Q&A に関する、もう時間1分ですからコメントだけします。3点伸びます。1つは、
当たり前、寝た子を起こすなと、もう一回局長以下、よう考えてください。また市民を寝た子を起こすんですか。二つ目、市民目線、多くの市民は何回も言いますが、もうこのように嫌な童話政治とか、市の食堂との離着、こんなもの、もう毛嫌いも甚だしい、そこをもう一回再認識してほしい。三つ目、昨日渡辺部長は結婚問題が問題になったと言いました。私はこれっきり前言いました。そんなに言うなら自衛隊に入隊させなさいと、北海道行きなさいと、ほで結婚も自由にできますと。視野を広くして、くれぐれも市民目線で考えてほしい。それは以上、コメント以上です。何かあれば言ってください。もう川崎議員、そんな不本当な発言を議長はきちんと整理をしなさい。そしてどうしても言うことが可能なら議事録をきちんと精査をしてもらいたい。はい、わかりました。削除してもらいたい。そのことを強く要求します。先ほど来再三注意をさせていただきましたが、議長の命令に従わないので発言の中止を求めます。本党と見たりについては、議長において措置をさせていただきたいと思います。以上です。はい、静かにしてください。これをもちまして、議第121号福山市手数料条例の一部改正についてから、議第130号指導路線の廃止についてまでの実権に対する質疑および一般質問を終了いたします。ただいま議題となっております、議第121号福山市手数料条例の一部改正についてから、議第130号指導路線の廃止についてまでの実権については、お手元に配布いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。次に日程第4、議第131号福山市子ども・子育て支援法施行条例及び福山市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正についてを議題といたします。提案者から提案理由の説明を求めます。市長。ただいまご調停になります。